強制的に変わらざるを得ないような時代になってきてるわけですよね。だから今あなたが変わろうとしてるんだったら、それは正しいんです。変わらない、変わりたくないという人たちの言葉に耳を傾ける必要っていうのはないんですね。はい、タコです。今回はですね、人生何をしたらいいかわからないというふうに思っているあなたにですね、メッセージを届けたいなというふうに思っています。人生本当に何をやったらいいかわからないって思ってるんだとしたら、これ本当にね、もったいないことだなというふうに思ってるんですね。で、なぜこんなことが言えるのかっていうと、私自身もですね、過去に同じような経験をしていたからなんですね。会社に雇われて、満員電車に乗って、毎日やりたくもない仕事をやって、そして毎日付き合いたくない人に愛想を振りまいて、世の中には数百万社、数千万社という会社がたくさんあるにもかかわらず、今の会社を選んでるのは自分なんだと。自分自身で選んだ会社なのにもかかわらず、愚痴、不平不満、泣き言を言ってしまっている。俺は一体何をやってるんだっていうふうに本当に情けなく思った時があるんですね。自分自身の人生だぞと。このタゴヒロキとして生まれた人生っていうのはたった一回しかなくて、チャンスは二度と来ないんだと。過去の不幸な人生を作り出していたのは他でもない自分自身なんだぞと。お前自身が不幸な人生を歩んでるのはお前自身が選択した人生なんだと、本当に心からそう思ったんですね。もう全ての選択をしているのは自分自身なんだと。だから人生どうしたいかわからないというふうに思ってるんだったら、たった三つのキーワード、これだけね、しっかりやればいいんですね。まずは自分が、あなたが将来なりたいことは何なんですかと。あなたが今すぐできることは何ですかと。で、そのためには今何をするべきなのかと。この三つをね、真剣に考えたことが人生を通して一回もないということであれば、これは本当にね、人生終わってるんですね。この終わってるっていうのは、本人は成長してるっていうふうに思ってるかもしれないんだけども、それって全然成長してないんですよ。自分の人生の一定の周期の中でとどまっていると。要は人生長い目で見たらほとんど変わってない人間関係の中にいて、ほとんど変わらない収入を得ていて、ほとんど変わらない生活を送ってるんですよね。多少の浮き沈みのこの浮いたところを成長だというふうに思ってるだけで、抜本的に人生全然変わってないじゃないかっていうことになるんですよ。でね、今話したあなたが何をやりたいのか、そして何ができるのか、そしてそのために何をしなければいけないのか、でこれ決めることは誰でもできます。例えば今日宿題を出しますね、それを考えてくださいというふうに宿題を出してやりましょうというふうに言えばやる人も出てきます。これ実は小学生でもできることですよね。こんな質問は小学生でも答えることができるんですよ。だから決めることっていうのはやってくださいと言われれば誰でもできるんです。だけど問題はそこじゃない。そこから先が問題なんですね。毎日紙に書いたりとか、毎日言葉にしたりとか、ね、その程度まではできるんです。だけどこれ分かっただけじゃ全く意味がないんですよね。なるほど、言われてることはよく分かりました。自分のやりたいことを見つければいいんですね。で、自分のできることをやればいいんですね。自分の今やらなければならないことをやればいいんですね。頭では分かってるんですよ。誰でも分かってるんです。みんな分かってるんです。だけどじゃあなんで人生変わんないのかって言ったら、実際に行動してないからですよね。人生思った通りにはいかないんですよ。思っただけだったら全然ね、変わらないんですよ。人生って思って行動するから初めて人生っていうのは変わっていくんですね。私が本当に不幸な人生を歩んでた時っていうのは、正直やっぱり人生舐めてたんですよ。朝早起きもしないで時間がないって言ってみたりとか、もう仕事と関係ないことをやってね、まあ遊んだりとか、まあネットサーフィンしたりとか、そんなことばっかりやって給料が上がらないとか、新しいことを学んだりとかチャレンジもしないで収入が減ったとか、こんなことばっかり考えてたんですよね。本当に自分が与えるっていうことを考えないでね、もらうことばっかり考えてたんですね。もう無料で何かをもらおうとか、タダで何かしてほしいとか、自分は何も差し出さずにもらうことばっかり考えてたんですよ。で、おそらくね、人生こういう考え方の人がほとんどだと思ってます。今まで自分が接してきた人たちとか、いろいろな人の話だったりとか、行動しないだったりとかっていうのを聞いてると、やっぱりそうなんだなって思うんですよ。思うしかないんですよね。もういつもと変わらない働きしかしないのに給料は上げてほしいっていうふうに思ったりね、集客もろくにしてないのに客が来ないっていうふうに愚痴を言ったりとか、新しい情報とかスキルを得るためにもう本当に安く手に入れたい、安く安く安くってね、ディスカウントディスカウントっていうふうにしたりとか、こんなことばっかり考えてたんですね。で、行動に移すことっていうのは、周りは一緒にやってくれないんですよ。
ね、周りの人たちが自分に最初から協力してくれるかっていうと、全然そんなことないんですね。どちらかというと、自分の行動をですね、足を引っ張ろうとしてくるんですね。今まではこういうふうに横一線に周りの人たちと同じところにいましたと。でも自分だけがこう上に出ようとすると、ね、下にいる人たちっていうのは、それだけでね、ここに差ができるわけですよね。あ、なんかあいつすごい変わってったなっていうことで、この人たちが上に上がろうとするんじゃなくて、ここに戻そうとするんですよね。いつまでそんなことやってるんだ。そんなことうまくいくわけないじゃないか。ちゃんと普通にした会社員やって働けよと。でもそんなこと言ってる人たちのことを気にする必要全くないんですよ。あなたは変わりたくて変わろうとしてるわけですよね。世の中はどんどん変わっていくわけです。ね、今回のこういうコロナ騒動もそうですよ。時代が一気に変わって、ね、全く変わろうとしてこなかった人たちが大変な目に遭ってるわけですよ。強制的に変わらざるを得ないような時代になってきてるわけですよね。だから今あなたが変わろうとしてるんだったら、それは正しいんです。変わらない、変わりたくないという人たちの言葉に耳を傾ける必要っていうのはないんですね、一切。で、あまりにも影響を受けるっていうことであれば、自分から離れればいいわけです。ね、影響を受けたから、じゃあ戻りますと。その人たちの輪の中に戻りますじゃ意味がないんですよ。あなたも一緒に時代に取り残されていく。ね、仏教で諸行無常っていう言葉があるんですけど、世の中にある万物すべてのもの、あらゆるものが、一定の状態を保つことはない。常に移り変わっていくという言葉があるんですけど、今の時代もまさにそうじゃないですか。今までね、普通に働いてれば同じような給料をもらえたかもしれない。今までね、特に頑張らなくても会社が給料を保証してたかもしれない。ね、ちゃんと勤め上げて、ね、65年間勤め上げて定年まで勤め上げれば会社が退職金を必ずくれた。年功序列だった。そんな昔当たり前だった常識っていうのは今全く通用しない。ね、以前からも通用しないって言われてきましたけど、ここに来てもう確実になりましたよね。一切通用しない時代になってきたんです。要は自分でスキルや技能を磨いてどん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 変化していくという自分に変わっていかなきゃいけない時代なんですよ。だからあなたが変わろうとしているその状態を止めたりとかね、応援してくれないんだったら離れればいいんですよ。一人の方がよっぽどマシなんですね、それぐらいだったら。ね、その人たちと仲良くしてる状態で、あなた自身もこの世の中の変化についていけなくなるぐらいだったら、たった一人になった方がよっぽどマシなんです。で、スキルもない、才能もない、ね、今まで大した実績も残してこなかった。そんな人間から、行動だったりとか、継続することだったりとか、諦めないっていう、この三つの要素を取ってしまったら何が残るんですかってことなんですよ。何も残らないんですよね。今まで、ね、行動してこなかった。今のままでいいやというふうに生きてきた人たちが、この時代の流れの中で、この巨大な渦の中で苦しんでるわけですよ。ね、逆に言えば、今だからこそ、本当に変わらなきゃいけない時なんですよ。ね、ここでまたあぐらをかいていたら、絶対に人生ね、本当に変わらない。むしろ不幸になっていく。ね、今までは時代の変化が緩やかでしたけど、これからっていうのは急激になるんですね。ですからそこのちゃんと波に乗っていくような準備をしたりとか、新しいチャレンジをしたりとか、自分がこれ本当にやってみたいなって思うことをやってみなかったら、時間だけがどんどん過ぎていく。ね、自分だけの自分なりの努力とか、ね、あ、自分なりに頑張ったとかっていうのはもう一切通用しなくなるわけですよ。ね、今までそれでうまくいってたならいいですよ。今まで自分なりに頑張って、今まで自分なりに努力してきて成果が出てきたならいいですけど、それで成果が出てきてもないのに、これからも同じ感覚でずっと生きていきますっていうのは無理なんですね。時代がそんなに待ってくれません。だから本当にここで、真剣に考えてですね、今自分がどうなりたいのか、そして、今自分ができることは何なのか、そして今何をやるべきなのかっていうことを真剣に考えて、ね、今までの自分の努力で果たしていいのか、今までの自分の価値基準でそれを決めていいのかっていうことを真剣に考えた上で、これからちゃんとやっていかないといけない。もう絶対無茶しなきゃいけないんですよ。ね、今までみたいに平平凡凡安心安定のところで頑張りましょうっていうのは無理なんですね。今までそれをやってきてダメだったわけですよね。私もそうでした。ずっと自分の価値基準で頑張ってきたけど全然ダメだった。うまくいかなかったわけですよ、ね、だからどこかでその価値基準を急激に変えなきゃいけない、うん、そうした時にやっぱり自分だけがね、一歩二歩とこう出ようとしたら必ず止めてくる人がいるので、そういう人たちと接点があるぐらいだったら、たった一人の方が本当にいい、ね、そして行動していく。そして継続していく。そして自分のなりたい自分に向かって諦めないで、自分なりの努力じゃなくて、本当にうまくいってる人のレベルに合わせていくと。これが本当に重要だなというふうに思ったので、今回は音声を取っていこうというふうに思いました。もうとにかく、
逃げずにやる。もう本当にこれだけだと思います。はい。それではですね、あなたの貴重なお時間をいただき、動画をご視聴いただきありがとうございました。感謝いたします。